皆さんこんにちは、マイノリです。ということで今回は、初心者向けの、動画、シチュエーションの動画ですね。続きになるんですけど、第7番セルの排除。これがね、もうめちゃくちゃ難しい。僕は、ここですっごくつまずきました。はい、始めた頃なので、今日も今から動画撮るんですけど、ちょっと不安です。まあやっていきましょうか。ちょっとこれ1個だけで1本の動画になっちゃうかもしんないぐらいの苦手、難しい。まあやっていきましょうか。で、個人的に難しいと思う理由が、まずこのシチュエーション、ミッションから英国サイト、ちょっと高倍率なサイトを使わされるんですよ。しかもなぜかサプレッサーをつけてる、はい、IQ というキャラなんですけど、まあちょっと説明しながらやっていくんですけども、見てこれ、 C4 がもう至る所に置かれてるわけですよ。こういう感じでね、まあそういう電子機器を見つけることができるわけですけど、こういう感じで使ってね。で、まあ昔からこれはね、文句言われてることで、この人ね、これ使うときだけハンドガンになっちゃうんだよね。うん。メイン武器使うときに、その機能を使えないと。こういう感じに。なので、これの切り替えも少し難しいんですけど、もうこのミッションに関しては、なんだろう、上手い人でもなかなか難しい。うん。C4 に関してはね、もうどうしようもできないとこもあったりするので、うん。まあ一応、真似してください。こういう感じで行きましょうっていうことで。まずこの外にいる敵一人倒しちゃいますよね。で、まあここから、まあ窓から入ってもいいし、入り口から入ってもいいんだけど、もうスタート、こっからもう C4 パーティーが始まります。パパーっと見ていただいて、壊せそうな C4 は早めに壊します。で、僕もちょっと何メートルまで近づくと壊れるのかわかんないんだけど、結構近づいても壊れないので、まあ落ち着いてね。壊していってほしいんですけど、たまにはこれ外して、こういう風にね、普通の武器で倒して、壊してもいいですし。で、向こうでシュー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 ってなってるんですけど、開始早々ね、ボンバーがここにね、接近してくるんですよ。こういう感じで。で、ボンバーはね、頭を適当にこう、3発ぐらい当てれば倒せますので、落ち着いて対処しましょう。ボンバーに関してはね、しっかり頭打ちましょう。あの人ね、頭以外はね、全然ダメージ食らわないので、倒せないことはないんですけど、一個一個ね、慎重に、はい、壊していくと。で、ここは隣の部屋かなー、みたいな感じで。で、ここにあるのを壊しますね。はい。はい。はい。これ違うか。で、まあ、こういうね、壊せる壁がこういう、いうところにある場合はね、この人ブリーチングチャージ持ってますので、これで使って壊して進んでいきましょう。ドッカーン。一旦武器をメインに持ち帰って、ここにいる敵をしっかり倒しましょう。落ち着いてね。で、終わったところで C4 を壊したいと。お、撃ってきましたね。倒しましょうか。で、敵、向こうの敵倒したいんですけど、もう闇雲っていうか、まあ、適当に進んじゃうと、こういうところに C4 とかあったりするので、一旦一応 C4 は確認してもらって、ないことを確認して進みましょう。リロードする。援護を頼む。で、音でも分かると思うんで C4 があるかないかっていう。チャンスだ、攻め込め。さあ、ここですよ。ちょっとめんどくさいのは。はい、ちゃんと見ていきましょうか。まあ、10メートルとかあんま気にせずね、1桁台のボムはね、結構破壊じゃない、爆発しそうなので、3メートルは大丈夫そうだね。2メートルぐらいになると壊れるのかな。こういう上のボムは壊れないので、安心してください。こういう弾が通る壁は壊せるので、こういう、コンクリートとかの壁はね、
壊せませんので、レンガか、これも隣の部屋かな。でこういうレンガとかのやつはね、近づいても爆破しませんので、ただこういう壊せる壁っていうのは近づくと、もしこの辺に C4 反対側にあったとしたら、爆発します。それだけ気をつけてください。もういかに慎重に行くかなので、このミッションは。でなおかつ敵はしっかり倒していかないといけないので、これとかはもう中の方にありますね。よいしょ、ちょっと上行きますか。まあ壊さないでいい C4、 自分で判断して壊さず進んでもいいし、いつも通り壁は銃撃って壊しましょうか。で一旦先に敵をいないか見ていきましょうか。でこういうところも壊しておいて、見える範囲のね C4 は。で C4 をスキャン中に敵が出てきた場合は一旦、お、いますいますよ、怖っ。こういうのもね、メイン武器で壊してもいいし、今やっててもやっぱり難しい。このミッションは失敗しつつ覚えていくのもありかもしれないですね。おお、痛い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 。さあメイン武器に持ち替えて倒しましょう。およ。もう壊していきましょうか。一応まあ毎回そうなんですけど、他の一応 FPS とかそういうのをあんまりやったことないとか苦手な方向けというか、になるべくそんな激しい動きとか難しい動きはしないようにしつつやります。あ、来ました。そういう時はメイン武器に持ち替えて倒しましょう。Okay、そしたら、はい、これ使ってきますね。まあ音がないときはおそらくないので C4、 こう落としますね。ありましたよ。まだし、お、敵がいました。まあ武器を持ち替えて倒しましょう。ほい。お、ここにいっぱいありますね。全部壊していきましょうか。で、あれ壊せないというときはね、一旦普通の武器に持ち替えると見やすくなってね、意外と見えたりしますので。ここに3つあるの分かればね、普通に武器持ち帰って壊しに行ってもいいし。よし、さあここ進んでいきましょうか。ビービー行ってますね。まず敵がいないかを確認します。いや、あ、これも壊そうか。お、撃ってきてますね。さあまず爆弾がないかを確認します。で右側はなくて左側に2個あると。あ、敵バーチャル、こういう時はもう殺しちゃいましょう。もうで残り3人になるとね、敵押し寄せてきます。さあそういう時は下がって来る敵を撃つだけ。これでクリアになります。よいしょ、はい、こんな感じで、まあマップにある全部のね C4 壊してもいいですし、
まあ自分の進みたい方向にある C4 だけ壊すのもありですし、そこは任せます。うん、まあ、今回はちょっと確実にクリアするために全部なるべく壊すようにしましたけど、はい、そんな感じで、まあ見てわかるよね、すっごく難しくて慎重にやるしかないような、ミッションですので、まあ皆さんね、落ち着いて慎重にやっていきましょう。ちょっと次までやって終わりましょうか、今回は。はい、ということで、8個目かな、ちょっと忘れちゃったけど、今回テルミットの、シチュエーションなんですけど、こういう風にドローンを使いながらね、敵の居場所を把握していく、まあ準備フェーズっていうのがあって、あ、敵の位置とあと人質を探す感じですね。こういう感じで。まあいろんなところをドローンでね、動き回って、よいしょよいしょと。でね、このドローンね、ちょっと後でお見せしますけど、お、いたってなると、見つけるとこういう感じでピンが立ちます、ポイントの。見つけてないと立たないんですけど。でね、このドローンね、実は簡単に撃たれて壊されちゃいます。今ちょっと壊されちゃったんだけど、で壊されても1人2個持てます、ドローンは、必ず。で右ボタンでまた新しいの出せますので、うん、でプラスこれはね、どこでも回収できます。こういう感じで、でまた投げて出すことができます。なので、ドローン必要な時に出すのもありだし、スタートから投げてもいいし。ということで、やっていきましょうか。で、ヒートチャージ。そう、今回使ってるこのテルミット。このキャラですね。テルミットっていうのは、これヒートチャージっていうのが使えて、前回のシチュエーションの動画かな。補強した壁を敵がこう、チューって割ってきたの、割ってきたシーンがあったと思うんですけど、最後の方かな。うん、スモークの防衛の時に。補強したはずなのに、足のブリーチング弾とかで壊せないはずなのに壊してきたやつは、これの仕業です。このヒートチャージ。後からちょっとお見せしますけど、それも使いつつやっていきましょうか。まずは、バリケード壊して、ドローンを出します。で、敵の位置を、ここにいますと。二人いるの分かりますよね、ここに。で、一応三角でスキャンできるんですけど、まあ、それは任せる。あ、ボマーまで来ちゃった、やばい、ボマーが近づいてきてます。しっかり頭を打って倒しましょう。3発ぐらい、3発かな、当てれば倒せますので。でここにいる2人を倒しましょうか、先に。で右にはいない、前にもいないってなると、この2人をまず倒しに行きます。よいしょ、ピン立ってるところにいますね。よし、 OK って。で倒したらまず安全な場所に、まあ外出てもいいし、入って次の敵を探します。ちょっと丁寧に行きましょうね、今回。お、いました、この正面。倒すそうですね。倒していきましょうか。はい、よいしょ。でこういうところでまたドローンを触りて敵を探します。まあ、ポイントに向かって進んでもいいし、ちょっとポイントに向かって進もうか、今回。まずは、ここに、まあ、階段があるんですけど、登っていきたいと。まあ、2階なのでね、ポイントが。で、登って右に1人。で、この小部屋はいない。なるほど、倒しそうですね。さあ、行きましょう。でもしね、階段の場所とかドローンされながら分からなくなったら、下の方位磁石見ながらね、これイースト側ですよね、これ。磁石的に。これ。イースト側の階段なので、イースト側の階段登って右っていう感じで、はい、こんな感じでイースト側の階段登って右。まあ、敵の位置分かってればね、簡単に倒せると思うので。さあ、次行きましょうか。この部屋はいるのかな？いなさそうですね。で、ポイントがもうすぐそこなので、詰めていきたいと。で、そうしたときに、お、ここに敵がいるぞと。よしよしよし。三角でスキャンできるので、いますと。こいつ倒し、あ、二人いる。倒したいっていうときに、
まあこの通路を通って倒しに行ってもいいんですけど、このまあさっき話したように補強された壁、普通の壁なら、あ、全部補強されてるね。こういう壁はもうアッシュのブリーチングなんとか、ブリーチングチャージとかでは壊せないので、この補強壁を壊せるのがこのテルミットというキャラでですね、このヒードチャージを貼って起動すると、簡単に壊れます。で今ピン立ってますけど、ここに敵がいますので、しっかり倒していきましょう。で倒したら道はもう切り開けましたのでね、進んでいきたいとこなんですけど、奥のこの部屋、お、人質いましたと。でここに一人いて、正面一人の、お、右側にもいると。お、しかも左のこのなんか変なとこにもいると。3人倒さなきゃいけないので、まあ、ここは慎重に行きましょうか。ピン立ったところを、まずはこの人ですね。よいしょと。であと左の人倒しましょうか。これ前出ちゃうとね、左、右の人にも撃たれそうなんだけど、そこはいい感じにどっちから倒してもいいんですけど、落ち着いて倒しましょう。で次人質回収して戻りたいんですけど、お、どんどん敵が迫ってきます。怖いっていうと一旦離してメイン武器に戻して、来る敵を倒しましょう。お、来てるね。で今回フラグ持ってるんですけど、実はテルミットって今まあ、マルチとかではフラグ持ってないんですけど、この、こういうフラグですね。けど、このシチュエーションではフラグを持ってます。なので、フラグ使って敵倒してもいいし、フラグでできることとしてはね、こういう有刺鉄線もフラグで壊せます、一応ね。で、敵を一旦倒したところで、回収地点あそこですね。持っていきましょうか。で、この道中におそらく敵が出てくるので、まあ、ハンドガンで倒せそうなら倒して、もうちょっと今回の おすすめとしてはね、一旦こういう安全地帯で安全な場所で人質を手放して、メイン武器でね、この外にいるんですよ実は。ほらめちゃくちゃ遠いところ、そこ、まあ、こういうのはね落ち着いてね、ゆっくり倒していきましょう。お、まだいるぞと。回収ゾーンあたりの敵をね、まあ、一掃してから、ここちょっと難しいところだと思うんですけど、倒してね、他にいないかと、回収ゾーンまでの道のりは安全かということをね、ここでしっかり確認していただいて、お、敵を全員倒したぞと分かれば、人質を連れてくるのもありだと思います。まあ、人質連れながらね、全員ハンドガン倒せる自信があるなら、うん、連れてハンドガン倒してもらってもいいんですけど、まあ難しいと思うので、この銃でね、ああいう遠いとこの敵とか2人固まってる敵を倒すのはね難しいと思うので、最初のうちはまあ一旦手放してメイン武器に変えて倒すと、そういうこともね、大事なので、まあぜひやってみてほしいと思います。はい、これで人質回収完了です。よいしょ。ということで一応今回はもうこの2つだけかな、ちょっと難しめのミッションだったと思うんですけど、まあ失敗するとは思うけど何度も挑戦しつつ、覚えていってほしいなと思います。ということでここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしてます。バイバイ。